のイタリアサッカーなんだ。翼、俺はここで生き残ってみせるぜ。くらえ！ディフェンスの激しい当たりに体勢を崩しながらも、ヒューガクの右足は確実にボールの芯を捉えているわ。これで紅白戦も含めて出場した全ての試合で得点した。シュート決定率は 100%、 文句なしでチームトップね。よっしゃ、ミス松本。ベンチに戻ったらヒューガに伝えてくれ。ヒューガくん、監督は決めたそうよ。開幕戦あなたをスタメンで使うって。よっしゃ。ヒューガ、イタリアデビュリーグの始まりだ。まだいたのか、ヒューガ。バスはもう出るぞ、急いで行け。はい。よし、初仕事、行くぞ。世界へ向けての戦いがいよいよ始まるんだな。小次郎、これが武者震いってやつか。
相手は堅いディフェンスが自慢のチームだ。できるだけサイドに大きく振って崩していく。特にフォワードはジェローム、ビアチのマークに気をつけろ。こちらは前半から攻撃態勢を取っていく。サイドから裏を取れ。はい、これは日本サッカー界にとって一つの快挙と言っていいでしょう。日本の誇るエースストライカー猛虎ヒューガ小次郎がここにいます。イタリアリーグ開幕戦、伝統ある名門ピエモンテのユニフォームを身にまとい、ヒューガ小次郎がいきなりのスタメンデビューです。しっかりアピールするなよ、ヒューガ君。小次郎、お前の攻めのサッカーを見せろ。お前が今立っているのは世界の頂点のピッチの上なんだ。その目だ、その野生の虎の目で世界一のストライカーを狙うのだ。それがわしとお前が二人で見続けてきた夢なんだ。あのゴールネットにボールを叩き込む、それが俺の夢に一歩近づくことなんだ。夢か、サッカーは俺の夢、翼の口癖だったな。お前みたいに素直に口には出せねえが、俺は俺のやり方で夢をもぎ取る。このピッチでお前の分まで暴れまくってやるぜ。遅い！飛び出しのタイミングが全然遅いんだ。ボールを俺にパスしたその瞬間にはもうこっちを見なくていい。そのまま全力で上がってくれ。は、はい。よし、今の動きをもう一度やってみよう。でも本当にいいのか、そんなタイミングで俺が上がって。そんな早くてパスが合うか。よし、行った。ボールを見ないで受けられるのか。早い。もう来てる。しかも逆回転のかかったグリーンカットパス。なんて受けやすいパスなんだ。はい、こっち。もうゴール前まで走り込んでいる。いかん、高すぎる。しまった。すごい、俺のミスをオーバーヘッドで。
やはり翼大空は B チームでプレーするような選手じゃない。さあ、間もなく試合開始です。日本の日向小次郎の華々しいイタリアデビュー戦が始まろうとしています。この試合の FC ピエモンテと AC エミリアはイタリアでもビッグセブンに入る強豪チーム。その屈指の好カードの中で日向のプレーに期待したいところです。イタリアリーグでも1、2を争う固い守りを誇るエミリア、ゴールにかけられた鉄の鍵カテナチオか。俺は絶対にお前らをこじ開けて結果を出す。ヒューガ君、あなたならできるわ。思う存分やりなさい。イタリアリーグが今ヒューガのキックで開幕しました。まずはピエモンテ司令塔グザビエへボールが渡る。ピエモンテの攻撃を組み立てるのはグザビエ。スペイン・カタルーニャのリバウルと並び称される世界最高峰のトップ下プレーヤー、フランス代表のグザビエだ。グザビエ、2人を相手にボールを離しません。今だ。おっと、オランダ代表のビレムがオーバーラップ、スペースに飛び込んだ。グザビエ絶好のパス。ピエモンテ、地元の追い風に乗ってなんとか先制点をもぎ取りたい。小次郎、今のは。おっと、ヒューガ、強靭なダッシュ力で相手ディフェンダーのマークを外した。早くもヒューガへボールが渡るか。ヒューガ、思う存分自分の力を試してみろ。俺の力の全てをフィールドにぶつけてやる。あと、これがイタリアリーグの爪の速さだ。ヒューガトラップの瞬間をジェローム・ビアッチが狙いに行く。取りに来たか。このボールは渡さないぜ。ヒューガゴールを背負う形になってしまった。こいつら。ヒューガのトラップの瞬間をジェローム・ビアッチが狙いに行く。ヒューガゴールを背負う形になってしまった。こいつら。ヒューガ体勢を崩された。フランチェスコ、頼む。抜群のタイミングでもう一人のフォワード、マローニ・フランチェスコが取り込む。決まった。ゴール。ピエモンテ早々と先制。ヒューガ体勢を崩されながらもゴール前にボールを送った。ヒューガのイタリアリーグファーストタッチはチームプレイ、ポストプレイだ。いいじゃねえか、小次郎ってやつは。当たり前じゃ。よっしゃー、小次郎兄ちゃんのアシストよ。おや、これはオフサイドの判定。なんてことだ、マローニのゴールは認められない。何？ノーゴールだと。会場からはブーイングの嵐。オフサイド。そんな。副審へ抗議に行ったマローニをグザビエが止めます。なんてこった。カルロ、やはりヒューガのバランスじゃ潰されるな。マッツ、確かにヒューガの体のバランスは悪い。だが奴の本能と言うべきだろう。体勢をあれだけ崩されながらもボールは的確に捉えていた。その天性の動きをヒューガは身につけている。これはヒューガにとって大きな武器なんだ。くそ、絶対オフサイドじゃないぜ。ああ、ヒューガ、いいボールだ。次は1点もらうぞ。
よし、幻のゴールとなったマローニのシュート、ボールはオフサイド位置から AC エミリアのフリーキックです。トラップミスだ。ボールはピエモンテに渡った。俺のコンディションはいい、体が軽い。次はこの右足でシュート、ゴールを狙う。くそ、新人だと思ってちょっとばかり油断したぜ。これからはもっと激しくガンガン行ってやる。お前にあれ以上のプレーは絶対させねえ。この右足がうついて仕方ねえんだ。この右足が早くシュートを打たせろ、ゴールを決めさせろとしきりにうなり声を上げている。俺の獲物はただ一つ、エミリアのゴールだ。イレムだ。ソラヒューガー、ハンドでも行け。またもやビレムが攻撃の糸口を作るか。ユーガはこのタイミングに合わせていた。今度はいけるか。あっと通らない。エミリアディフェンダー、ジェロームがヒューガにチャージ。わざと肘を当てやがって。こんなことで怒ってられるか。俺はやらなきゃいけないことがある。惜しかったね、ヒューガー。あのジェロームに当てられちゃ仕方ないか。いや、あそこで踏ん張らないとピエモンテのフォワードとして失格だよ。お、そこだ、グザビエ、行け。スピード、パワー、テクニック、ハーフネス、その全てを持ち合わせてないと生き残れないのがこのリーグだ。ランベルトとコマセビッチ、二人の怪我というアクシデントがあったからだ。そしてベンチでは各国代表のストライカーたちが虎視眈々と俺の座を狙ってやがる。結果を示す、ゴールこそが俺の生きる道なんだ。小次郎、攻めるんだ。必ずチャンスは来る。いや、ディフェンダーの隙をついてチャンスを作るんだ。それがお前のやってきたサッカーだ。ピエモンテ、ボールの支配率は高いものの今一つチャンスがつかめない。どう攻めるピエモンテ。ボールは再び司令塔グザビエ。俺はグザビエのプレイスタイルを全て知っているわけじゃない。だが大空翼ならわかる。時には敵として、また味方として戦ってきた世界最高のトップ下、大空翼。ザビエも世界最高峰のトップ下プレイヤーだ。翼ならどこにボールを出すかを考えて動けば、必ずグザビエもそこへボールを出してくるはず。
お、ヒューガー、ランニングフェイントでマークを外した。何？さすがはグザビエだ。よし、もらった。龍がチャンスメイク成功。あとはシュートあるのみ。させるか。龍がジャンプ一番かわした。ゼロームステミナタックルも届かない。イタリアリーグ開幕戦、自分のサッカーを信じて戦うピエモンテの遊学だが、世界最強のディフェンス陣は容赦ないタックルを浴びせかけ行く手を阻む。遊学君のシュートはイタリアでは通用しないのか。頑張れ遊学君、タイガーショットを叩き込むんだ。次回キャプテン翼、涙のストライカー、お楽しみに。未来に向かってキックアウト。